はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、あの代表ガチャの第3弾のステップアップを、1からステップ6まで引いていこうかなと思います。まあね、あの夢玉もね、溜まったのでね、6までいける分ね、283とちょうど翼なんですけど、こんな感じでじゃあ早速引いていこうと思います。でね、誰が欲しいかっていうと、まあ代表来てくれれば誰でも嬉しいんだけど、そもそも松山くんとたけしはあの代表に限らず SSR を持ってないので、その辺が引けるとね、ちょっと嬉しいかなと思います。でね、まあ美咲くんとかはね、あの今使ってる美咲くんとどっち使うか悩ましかったりもするから、まあ出てくれりゃ嬉しいけど、すぐの戦力アップになるかっていうと、まあ交換した時の上げ幅的にはどうかなとか思ってるんだけどね。まあ6回だからね、早速引いていこう。はい、で1回目、でもチャンスってついてるからどうだ。これはダメだな。あ、ダメじゃないか。どっちだ、ダメっぽいな。はい、1回目はダメと。じゃあ2回目いきましょう。さっきより悪いっていうか、何もないぞこれ。はい、お何もないのにこれは来たのか。来たね、2枚だね。しかも最初当てになんないなこれ。ほー、ブロー、ブローリン、はい、なるほど。ラーソン、なんだこれ。はい、なるほど。ブローリン、スウェーデンでしょ。あれ、ラーソン、スウェーデンガチャか。なんでだよ。そうか、まあ両方ニューってことで、まあ行きますか。次はね 50% なんで来てほしいかな。まあ 50% なんで来てほしいかなと言いつつ来なかったね。これダメだ。まあ 50% だから来てほしいとかって言うけど、 40% じゃなくても来てほしいんだけどね、いつでも。はい、ってことで、まあ3回目空振りと。おお、はい、じゃあ次はね、 SSR1 枚確定、1枠確定ってことで、これは SSR が確定だけど、別に代表が出るとも限らんのかな。チャンスではある。で、まあ確定だからこうなるよね。さあ1枚かな。そうだね、あーこの前引いたやつだ。そっか、はい、ってことでね、ちょっとこれはつらいな。次はまあおまけ付きだけど、でもね、ここで何もなかった時でも出てるからね。あ、ダメだな。これはもう最後にかけるしかないか。はい、そっかー。じゃあラスト、1枠厳選 SSR 確定ってことで、代表の誰が出るか。道中1枚も引けてないのはきついな。謎のスウェーデン2枚があったし。はい、この虹矢印。はい、あ、2枚いる、2枚いるのは嬉しいが、何が出るか。お、最高のパスを送っ
あ、たけしか。これは良かったな。あ、あ、すごいぞこれ。欲しかったとこ2枚がラストに来てくれた。たけしも SS レアも、あ、たけしもね、松山もね、最初に言ったけど、SS レア自体ね、他のやつも持ってなかったので、この2箇所を引けたのはすごくいいですね。おー、やったね。はい、ってことでね、まぁ、ちょっとね、1から5まではね、全然出てこなくて、大丈夫かこれって思ったんですけど、最後に、まあ欲しいかなと思ってたところ2箇所を引けたので、まあすごい良かったんじゃないかなと思いますっていうかね、よく見ると最後のガチャスがスウェーデン多いよねっていう。何なんだ、さっき SS が2枚来たと思ったらブローリンのラーソンだったりしてたしっていうね、こともあったんだけど、まあ最後にね2枚代表を引けたので、今回のガチャはなかなか良かったんじゃないかなと思います。ってことで、今回の動画はこれで終わりにしようと思います。では、ありがとうございました。いいよ。